はい、皆さんこんにちは、私の資産価値レポートのですね、江東区総集編というのをですね、最新情報にしました。そこで、それについてですね、お話をしたいと思います。江東区ですね、現在18物件ありますね。で、私のレポートって3ヶ月に1回で更新してるんですけども、前回は17物件で、今回は18物件でございます。で、前回17物件あったんですけども、それは全く全部残っております。この3ヶ月間で完売した物件ってございません。一つだけですね、ブリリアタワー有明ミッドクロスっていうのがございまして、有明の端っこの方にあるんですけども、もうこれはですね、前回というか、もう今年の春頃から販売休止ということになってまして、まあ、いずれ出てきます。例の不発弾騒ぎ、皆さん覚えてらっしゃいますかね。有明から出てきたっていうの、あれがここでございまして、今まで2発取り除いて、もう1発あるとかないとかって言ってますけども、まあそんなのを取り除かないことには怖くて、工事なんかできませんよね。なんで、それをやってる間は工事できないんで、次いつ販売再開できるかわからないという状態でございますね。で、江東区というのはですね、大きく2つのエリアに分かれておりまして、まあ、従来の深川と呼ばれているエリアですね。まあ、江戸時代から陸であったんですけども。で、ここに加わって、最近ではですね、埋め立て地側、湾岸側と言ってもいいかも分かりませんが、できてます。主に豊洲と有明と言われているところでございまして、東雲っていうところあるんですけども、まあ、東雲に見はパン一つですか。で、あと、まあ、枝川とかってあるんですが、そこは今のところありません。で、今あるのはですね、深川の東西線エリアと新宿線エリアと湾岸ですね、有明と豊洲、東雲に一つという感じでございまして。でですね、新しく出てきた物件が、プラウドタワー亀戸クロスというのが出てきました。これはですね、あれですね、あそこの亀戸の駅前にあったトイザラスとかってあったところ、ちょっと名前出てきませんけども、あそこの、サンストリートか、思い出した。サンストリートという、昔トイザラスとか木村屋とかが入ってて、パフュームがデビューしたての頃、あそこで野外ライブ、無料野外ライブをやっていたと。僕見たことないんですけど、まあまあ、私昔からあそこは行ってました。子供のおもちゃ買うのにですね、トイザラス非常にいいわけで、あそこ駐車場もあるんで、あ、いいなと思って行ってたんですけども、いつの間にか取り壊されてしまってですね、長らくその何もない状態っていうか、まあ閉鎖された状態で、ああこれマンションになるんだろうなと思ってて、何年でしょう、もう5、6年経ったんじゃないですかね。で、かなり揉めてるんだというふうに聞きました、その跡地開発について。で、蓋を開けてみたら、野村さんですね、プラウドタワー亀戸クロスで2棟建てで934戸で、2022年1月完成予定って言いますから、まだちょっと先ですね。今19年20年ですから、まあ、2年ちょっと先で、地上25階建て、まあ20階以上がタワーなんですけど、25階建てって比較的おとなしいですね。まあ、場所柄あれぐらいが限界だったのかも分かりません。ただ934個っていうのはものすごいボリュームです。で、まあレポートに詳しく書いたんですけども、そのこっちから行きます、東京から行きますと両国で、錦糸町で亀戸なんですね。その向こうに平井っていうのありますけども、もう平井になると完全にもうどう言いましょう、郊外、川を一つ渡るんですね、確か。郊外になるんで、まあ亀戸ってまあギリギリこう都心のうちかなという、まあ都心じゃないんですけど、まあまあまあ近い範囲内なんですね。で、3駅では錦糸町がもう圧倒的にこう知名度もありますし、栄えてますし、いろんな面で便利ですね。近年は錦糸町半蔵門線も通りましたから、地下鉄沿線にもなりましたね。亀戸はね、総武観光線っていうんですか、各駅しか止まんない方の駅ですね、確か。なんで、ちょっと寂しいって駅前に賑わってますけどね、その、まあ、錦糸町に比べれば、格が一つ落ちるというのが亀戸でございます。
でそこを一応徒歩2分ですね。あでも京葉道路を渡んなきゃいけないんで、2分じゃ多分行かないですね。信号が青だったら行くかもしれないですけど、あそこね、歩行者にはあんまり優しくない交差点ですからね、まあ青の時もあるかもしれませんけど、まあでも便利は便利です。でこれねいくらで売るのかという問題ですけど、まあレポートで詳しく述べましたが、あの辺りってねマンション別にね、高くないんですよ実は。まあこれは住所江東区ですけどね江東区とか、まあ、ほぼ墨田区なんですけども、あんまり高くないところで、でも野村さんがタワーでやる限りにおいては、ある程度の、こう、ね、ある程度は挑戦してくるんだろうなとは思われます。でも、野村さんってね、売れなくなるとすぐ値引きしますからね。だからあんまりね、これ最初からがっつく買いに行かなくてもいいなという物件ではあります。まあ、詳しくはレポートに書きました。で、既存物件の中でね、まあちょっとね、これは面白いなと思ったのは、有明にあるシティタワーズ東京ベイ。シティタワーズ東京ベイ、そうですね。住友不動産なんですけども、違和感ありありなんですが、まあ線路際に、立ってますね。で、3棟建てですか。でシティタワーズって言ってるんですけども、まあ国際展示場前ですか、あそこの駅を使う臨海線という、まあ、田舎電車、湾岸田舎電車というべきでしょうか、臨海線のあの駅を使って大井町まで一旦入っちゃうっていう、そこから皆さんまた京浜東北線やらに乗り換えて、戻ってらっしゃってるようですけども、これがまあ複合開発でございまして、まあ大きなねコンサート会場ができるという話で、もうそろそろできて、最初の公演こけら落としですげえガイタリ呼んでくるなんて話があったのに、全然話進んでへんやん、聞いてへんでみたいな、まあ揉めてるのかもしれません。でここがですね現在ね、2019年の7月に建物できてるんですよ。行かれたら分かると思いますけど、建物もうできてます。できてるけどね、入居がね2020年7月なんですよ。1年間もね交代人ね待たされるんですよ。しかも7月下旬ってね、これオリンピック始まってますやん。だからあれね、タワーマンションの引っ越してもうそのどう言いましょうね、1日何件もできひんわけですよ。だから割り当てられてるんですよ、あなた何日の 何時とか言って、でそこでトラックつけてやらなあかんわけであって、遅い人はね、8月の末になるんですよ。下手したら9月の人もいるかもしれませんね。そうするとね、完全オリンピック間に合わへんやんと。あんなね、オリンピックエリアにね、タワーマンション建ててね、でも建物できてるんですよ。建物できてるのに、引っ越せできひんって。ほんまにね。なんでって言いたいんですけど、まあ理由は前にも言いましたけど、入居していただくとね、売れてへん住戸の管理費と修繕積立金を売り主が払わなあかんのですよ。だから全部売れた状態でバスッと入ってもうたら、売り主がそういうの払わなくていいから楽なんですね。これだから 何が言いたいかというと、その間売り主の都合に合わせて入居を伸ばしてるだけなんですよ、私に言わしたらね。それ以外の理由は見当たらへんやんみたいな。それでね、今のね、概要を見るとね、販売住戸、ね、472戸ですよ。472戸。あれ1500戸ぐらいですから、まあ3分の1売れてないということですね。この472戸が先着順になってます。まあこの他にもあるんかもわかりませんよ。あるんかもね。変な話ね、3分の2売れてるんやったらもう入れてあげたらええやんという、ほんまに売れてるんやったらね。皆さん入居を楽しみにしてるわけですから、新居に早く暮らしたい。そこでオリンピック迎えたいと思ってらっしゃるわけでしょ。入れてあげたらええやんと思う。ほんまにね、3分の2売れてるんやったら。ほんま何個売れてんのっていう世界なんですね。まあ別にこのね、先着順で売れてない住戸全部出さなあかんっていうルールは何もないんで、別にその、住友さんが何かに違反してるというわけではないんですけどね。恐ろしくやっぱりこの入居者に対する配慮が、購入者に対する配慮というものが見えないなというのが
このシティタワーズ東京ベイで、まあまあ値段もむちゃくちゃ高いですよ。むちゃくちゃ高いんですよ。だからまあまあ別に買えとは絶対言いませんよ、そんな。買う意味がようわからんという。こんなね、同じ値段を出したらね、多分ね、文京区で普通のマンションを買いますから、新築マンションを。まあそっちに人があったらええやんっていうのは私の意見ですね。その他ですね、今申し上げた2物件の他に、16物件を紹介しているのがこの江東区総集編でございます。値段は6590円ですか。たっぷり載ってますんで、よろしければ皆さん、買って読んでみてください。はい、どうもありがとうございました。